はい、えー。今回ですね、熟成さんから質問いただいたので回答していきたいと思います。えー、今回扱う商品は、えー、集客の自動化という商品なので、YouTube で集客と検索して、サジェストに出てきて、北、えー、の、北伸びている動画のサムネイルやタイトルやハッシュタグなどをパクっていく感じで大丈夫ですかと。まあこれ集客についてですね、まあ、やり方、そんな感じで大丈夫かっていうところと、えー、っと、 LP ですかね ?LP のプレゼントを受け取るという緑のボタンをクリックすると僕の LINE アットに登録できるようになってます。この LINE アットは別にもう一つ YouTube の説明欄に載せてメンターとの重要性について LINE アットを用意した方がいいですかと。まあ、これちょっと立て続けの質問なんで、まあちょっとあれですけど、まず、この YouTube のどういう動画をアップロードしていけばいいのかっていう話なんですけど、もちろん今回いただいた質問内容で問題はありません。ただプラスアルファが必要です。 プラスアルファじゃあ僕だったらどういうプラスアルファをするかっていうと、うんまあ、今回の商品が自動で収益を上げていくっていうところですじゃあその自動で収益を上げてる人はどういう、えー、ものに興味があるのかプラス興味があるものと悩んでるものですねだから2極のアプローチです欲しいものと悩んでるもの例えば悩んでるものって何かっていうと例えば僕だったら ブログを毎日頑張って書いても売り上げが上がらないその理由とかね <laughs> 毎日ブログ頑張って、えー、毎日頑張ってブログ書いてるけど収益が上がらない7つの理由とかねあとは YouTube を毎日動画アップロードしてるんだけどあの売り上げが上がらないなん、えー、とかの理由とかねなんかそういうアプローチです要はそのその売り上げが上がらない理由っていうのは自動で仕組み化してないからダメなんだよみたいな この誘導ですよ、ね、だからまあその直,直撃で自動で集客とか自動でなんちゃらって探してる層とこのまるをやってるんやけれどもうまくいかないっていう人の層です。だから両方でアプローチしていくってことですね。 だから、ここの層っていうのは結構多いんですよ。例えば YouTube でね、毎日動画アップロードしてるけど全然収益上がらない。めちゃめちゃいるし。ブログを毎日書いてるけど全然収益上がらない。めちゃめちゃいるしって話なんですよ。とか、まあ、Twitter も全部そうですけど、そういうことを大きく広げていくと、えー、動画の本数無限にできますから。だからそれでやっていくってことですね。 あと最近だとインスタとか、僕の、えー、インスタの動画でも8000回ぐらいだったかな、回してるやつあるんですよ。インスタの、この前またちょっと作ったんですけど、インスタの、まあ、ちょっと今トレンド下がってる部分あるっちゃあるかもしれないですけど、例えばインスタで言うならば、インスタ。どれぐらい再生回したかな。えー、っと、1個結構回ってるやつがあって、それが、 7000回回ってるやつがあるんですけど、インスタグラムのいいねを500倍にした方法と。だからインスタやってるんだけど、いいねがなかなかつかないっていう。うん。まあそそ、それもスイッチングすればいくらでもいけるわけですよ。あなたはインスタグラムでいいねを上げる。うん。インステ、例えばインスタグラムでいいねが上がらない3つの理由とかね。で、まあ、こういう理由がありますよ。プラスアルファ、なんや。あの、あなたはインスタグラムでいいねを集めることが目的なんですかと。 店舗の売り上げを上げることが目的ですかえじ自身の売り上げを上げることが目的ですかいいねを上げることが目的なのか売り上げを上げることが目的なのかどっちが目的ですかみたいなもし目的が売り上げを上げる目的であるならば別にいいねのは別ぶっちゃけいらないとかねなんかそういういろいろな切り口ができますよねでさらにそれを自動化するためにどうすればいいのかみたいな話ですね、まあ、そういうい そのスイッチングとかそういうのをすればいくらでも動画を撮れますでこの LP の話なんですけども、えー、僕だったらあの LP に、うん、僕だったらあの LP に、うん、あの LP にまあまあまあそうですねまあ自分のラインアットうん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 まあ自分のラインアットになるかうんまあ興味ある方はあのー、なんだ まあ自分に連絡してくださいでいいんじゃないですか。自分の、うん、だから興味あるんだったら、まあ、その LP が自分の商品ではないじゃないですか。なんで、うーん、まあ結局そのアフリエとして商品を売っていくわけですから、うん、結局クロージングは自分がするわけですよね。だから自分にこう誘導するしかないですよね。ただ、その前の動画でも言いましたけど、その LP は自分が出てるわけではないですから、その準備ですよね。 そのページを見せる前の準備があ,るあった方がいいですしワンクッションページもあった方がいいですしワンクッションステップメールがあってもいいですし、うん、まあそれは、まあ、この前の動画でも言いましたけど、まあ、今回の質問に関しては、えー、自分のラインアットに登録してしてもらってお問い合わせでいいと思います別ラインアットというか別に自分にメッセージいただいてその人とやり取りして電話でクロージングするなりなん自分につなげればいいだけで別に その大事なののは準備ですその LP につなげるまでの準備が大事ってことです。なんかいきなりこれどうぞっていうね。自分の動画で集客してるのにいきなり他の人の LP 見せてもなんか分かんないじゃないですか。なんで え自分の動画で集客するんだったら自分の LP を作ってその LP を作った上でその LP の中に教育コンテンツがあるわけですよ。メンター大事だよと。自分が人生変わったのメンターどの子のとかでいろいろあってでじゃあ僕のメンター誰やの僕のメンターのー素顔を公開しますみたいな感じでクリックするとその LP が出てきてでこれにこ,このメンターの商品に興味がある場合はえ僕にご連絡くださいご紹介しますみたいな感じでいいと思います。だから大事なのは商品を 売る前の準備、まあ、これは、えー、米を米とか全部そうなんですけど、えー、野菜作る時もその種をまいて肥料をやって水やってみたいな過程があるから、えー、お米が育つわけですよねいいきななり稲は枯れ,枯れないわけですよだからそこにその準備工程が必要なのでそこをしっかりやるっていうことが大事です。はいということでいただいた質問に対して回答させていただきましたありがとうございます。